壁の外はどんな世界なんだろう。負けない。今のうちに休んでおこう。兄の捕縛作戦が決行された後、エルヴィン団長を含む調査兵団の主力はストヘスクにとどまり、事後処理に当たっていた。一方、調査兵団の他の兵士たちはウォールローゼ南部の拠点に駐屯していた。お前ら、すぐに支度しろ。今日は訓練はないはずじゃ。ウォールローゼ内地に巨人の群れが現れたらしい。え？それが本当なら壁が破られたということになります。私たちだけでは。兵団の主力はストヘスクから戻っていない。まずは現場に近い俺たちで状況を確認しておく必要がある。
それともう一つ、妙な貴公子の目撃報告がある。厄介な奴なら早めに駆除しておかねばなら。妙って、あの貴公子はみんな妙ですけど。詳しいことはまだ何も分かっていない。とにかく行ってみるしかあるまい。巨人が村に、まだ人が残ってるんだ、助けてくれ。手分けして村の住人を探そう。ここまで連れてくればなんとかなるだろう。何を見つけたら縁談で知らせろ。あっちは苦戦してるのかよ。やった、目標地点まで連れて行こう。どうだ、やってやる。巨人を確認、複数体いるぞ。やった、このでけえ害虫が。せっかく補給物資を見つけたのに巨人に囲まれちゃったよ。仕上がれ、
補給物資があったの。使って。村人はお前たちに任せた。
ミケ分隊長がおとりになったの？一人は無茶よ。ミケさんを信じろ。調査兵団でリヴァイ兵長に次ぐ実力者だぞ。探すか。助けられるだけ助けたな。みんな撤退の準備だ。お前ら無事だったか。はい、なんとか。何あれ。まずいよ、17メートル以上はある。巨人っていうか獣じゃねえか。あれか、王国にあった貴公子か。見て、こっちへ向かってくるよ。なぜだ、巨人が一斉に走り出した。速い。まさかあの貴公子の仕業か。このまま撤退しても追いつかれちまうぞ。あの
気功書を駆逐してやる。せいで刃が通らねえ。こいつ巨人ってより獣だもんな。もしかして火が苦手だったりしねえかな。せいで刃が通らねえ。こいつ巨人ってより獣だもんな。もしかして火が苦手だったりしねえかな。
れ物の巨人はどっか行っちまったみてえだな。何だったんだあいつ。貴公子が何を考えているかなんてわからないよ。あいつは明らかに他の貴公子とは違ったと思うけど。ああでけえし毛むくじゃらだし、普通の巨人よりも頭が良さそうだったよな。ただの貴公子じゃないとしたら一体。